気温41度を記録し、暑さ日本一にもなったことがある四万十市西土佐。またも日本一が道の駅よって西土佐から出ました。職員が優勝しましたけど、びっくりしませんでした？びっくりしました。すごいね。自分の焼いたお肉食べて、まあ海君のお肉食べたらもう全く違うんですよね。先月11日に大阪で開催されたステーキコンテストで優勝したのは、よって西土佐職員の河合周平さん、32歳です。コンテストには全国の14チームが参加。バーベキューグリルを使って焼き加減、歯ごたえ、味など5項目の出来栄えを競い、見事日本一の栄冠に輝きました。そんな腕前を特別に見せてもらいました。あ、美味しそうなお肉ですね。バツイ使うのはステーキに適しているという赤身のリブアイロールという部位。まずは河合さんオリジナルの調味料で味付けです。スパイスをいろいろ混ぜて作ってます。西土佐の山椒を使いたかったので作ってみました。あ、ちょっと赤いですね。はい、まあ、ただこれはパプリカの赤なのでこう見えて辛くないそうです。そしていよいよバーベキューグリルで焼いていきますが、ここでコツがあります。今強火のゾーンと弱火のゾーンを作ってます。あ、なるほど、炭の量で火力を調整するんですね。はい、ステーキの見た目を良くするためにグリルマークってつけるんですけど、そっちを焼くのは強火のゾーンで焼いて、であとミディアムに焼くコンテストなので、その狙った温度になるまでは弱火のゾーンで、そしてつきっきりで焼いて10分。美味しそうなステーキができました。あ、これはミディアムレアたまりませんね。美味しそうですね。カメラマンが出来たてをいただきました。噛めば噛むほど口の中に肉汁が広がります。匂いにつられてやってきた地元の人たちも河合さんのステーキに舌鼓を打っていました。美味しいですね。もうジューシーで柔らかくて。週末にはステーキを焼く練習を重ねてきた河合さん。まあ、練習したら練習した分やっぱ点数も伸びるので、そういうところが楽しいですし、まあ、お肉美味しいんで、そこはそれが一番ですね。お肉は好きですか？めっちゃ好きっす。そんな河合さんのいるよって西土佐は、来年春にはバーベキューのレンタルスペースを設置し、四万十牛や地元野菜の PR を始める予定です。